はい、今日は3月の30日夜8時10分になりました。現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各社に強制を求めるとともに、国民、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、ニャラ番東大阪、狼少年ならぬ狼、親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さん、こんばんは。今日、いよいよ、この6代目の車、出来上がりました。ね。そして、明日、ね、この赤色、ちょっとね、今日、江南、昨日、一昨日とね、江南に覗いたんですが、皆さん。ね。本当にね、面白いことがわかりますよ。皆さん、ペンキ、ね。ペイントですね。よくね、いろんなところ、手すりとか、例えば壁とか、そしてちょっとしたものに塗るときにね、ペンキを買いに行かれるでしょう。その中でもね、本当にね、あのような日曜大工の店でもね、赤というね、ペンキの色、ほとんど一色だけしか置いてないわけなんですね。と言いますのは、ね、この前言いましたね、この車の赤、さらにはこの看板の赤、そしてこのね、ステッカーの赤色っていうのはね、無数にあるわけなんですね。そして今一番これが赤だなというのは、マツダのね、軽4。そして今日もちょっと見たんですがね、同じような赤でもね、軽4で本当にね、赤、みんな、どの色が赤かなと言われるぐらい、同じようなものでもね、ちょっと色がね、微妙に違うわけなんですね。さあ、4年、5年ほど前ですかね、行った時にね、この車に塗装っていうね、ことで、調べたらね、やっぱり車の塗装というのはね、ペイントというのはまた全然違うらしいんですが、まあ私の場合はね、そんな高い、あれではないんでね、もうこの上から、メタリックの上からね、今シルバーの色なんですが、この上から吹き付けをするということでね、よく、ね、二丁大工の店なんかで売っている、ね、赤色、こう、油性ですね。油性。鉄や木に塗れる油性の赤色なんですが、江南行ったらね、1.6キロですかね、の缶しかね、置いてないわけなんですね。以前はね、3.5キロぐらいの、中ぐらいのカンカンに入ったものがあったんですが、今日、江南のね、店員さんに探してもらったわけなんですね。そうした場合に、全店でね、みんな探せるようになっているようで、探してくれたら、もう今、赤色というのは、この一番大きい缶でも、1.6キロですかね、1.6キロしか置いてない。みたいなんですね。と教えてくれたわけなんですね。というのは、赤色っていうのはね、ほとんど使わないらしいんですね。小さいね、昔あった自転車のチューブを塗るときね、ゴム糊なんかが入っているね、ちっちゃい缶ですね。このくらいのね、直径6センチぐらいの、高さ6センチぐらいの缶缶にある。ね、その缶に入っている分は、ね、でも赤って色は一色だけ。ね、ちょっと似たような色というのはもう置いてない。ね、そして一番売れないのがよく分かったんですが、赤のペンキらしいですね。そういえばね、この他の車や様々なもんでもね、日常生活で使う
赤色というのは、ほとんどそうですね、思いつきませんに、まず郵便ポスト、ね、家にあるもので、ね、赤色で塗ってあるようなものといったら、郵便ポストぐらいではないでしょうかね。それぐらい、この家で使う赤色のペンキっていうのはね、使わないから、その数もいろいろね、種類がね、多くても売れないらしいんですね。ですから、今日ね、2缶、ね、その1.6キロというのを2缶買って、そしておそらくね、2缶かもう1個、さあ、明日、ね、この吹き付けしてくれるプロですから、ね、塗装屋の社長が明日ね、10時ぐらいから吹いてあげましょうかということで持っていくんですが、さあ、ね、以前この車はね、私が勝手に自分でね、ローラーで転がして、ね、塗ったもんなんですよね。しかし、ね、素人塗りでも赤というのはね、一番この汚れ目が目立たないような感じがするわけなんですね。まあ皆さんね、黒なんかですと、もう一度雨降ってね、乾いたら本当に必ず洗車しなければならないんですが、この赤色っていうのはね、一回そのね、雨に打たれても、少々汚れてもね、あまり汚れが目立たないような感じでね、赤色っていうのはね、洗車でもさあね、楽だな、ズボラでするにもね、まあ2回、3、1週間に1回、10日に1回ぐらいしか洗わなくても、そう表の汚れがね、目につくようなことはない。ね。しかし、この車でもそうですね。昔、ね、このね、ものを発明したら、絶対に億万長者になれるはずであるって言われたのが、ワイパーですね。しかし、このワイパー、今でも、車は、どのような車でも、まして飛行機でもそうですね。ワイパーがついていますね。さあ、そのワイパーが水をね、切る、そのような中において、今、よく売っているのが、ホームセンターで売っているのが、ガラコという、ね、皆さんご存知ですか？まあ、大概車を大事にされる方はね、ご存知と思うんですが、きれいに洗車後、ね、洗車した後に乾いて、それをきれいに拭き取って、そのガラコという液体ですね、透明の液体でをずっとワックスをかけるみたいに伸ばして、きれいにね、伸ばしていくと、この60キロ以上高速でね、雨が降ってきた時に、本当にね、どのくらいの威力があるのかなと言ってね、去年ね、私の選挙に手伝いして気に来てくれた人がね、教えてくれたのが、本当にね、その前面のガラスにガラコをきれいにね、ワックスのように塗っていたらね、60キロ、70キロで走って雨が降ってきてもそれをね、水を弾き飛ばす。ね、ブツブツになってすぐね、勝手に流れる。そして風速で雨が当たってもそれがね、ね、粉塵のようにして流されて飛ばされるような感じになってね、本当にね、楽ですよ。ね。ああ、なるほどな。こういうことか。ね。これが、ね。ワイパーがいらなくなってもいいのではないかなっていうぐらいね。本当に、ワイパーというのは、最初から、車ができた時から、ワイパー。だから、ワイパーがいらないようなシステムを作ったら、おそらく、本当に、これはもう、飛行機もそうですね。車全体がそうですから、特許取れるんじゃないかなというような話をね、何年か前にしたことがあるんですね。さあ今、そういうね、塗るワックスみたいなガラコというね、そういうのを塗っていたらね、高速は本当に楽ですよ。まだね、塗ったことのない方がおられたらね、一回塗ってみてください。そんなに高いもんではありません。ね、1000円か1500円までのね、もんですから、私はそれをね、教えていただいて、ほんで、塗ったところがね、本当にね、楽。高速で雨になった時がね、楽ですよ。ね。まあ、そのようなことで、明日、
ね、一日かけて、今日出来上がった。ね、そして、アンプのつなぎ方もね、やっぱりプロですね。今まではね、直結で、一本の配線でね、全部のスピーカーをつないでいたんですが、今日ね、車のエンジン切ったら、そのアンプも切れるようにね、ちゃんとつなぎ配線やっていただいてね、完了しました。ね、あとは明日色仕上げたら、ね、看板はね、この前、1週間ほど前にね、マグネットの看板をね、切って作っているんですね。さあ、改めてこの車できた。さあ、今、本当に我が日本国の国会、裏金、脱税、泥棒ごときなことをやっているのに、みんなでやれば怖くないとはよく言ったもんですね。誰一人として、泥棒のようなことをやったのに、責任を取って議員を辞めるといったようなものが誰もいない。これが私たち日本民族精神の崩壊。ね、道徳心のかけらもない連中らが、現在の国会議員となっている。野党の連中らも、ね、追及できないのは、自分らも何がしかの、ね、袖の下をもらっているがために、ここ一番追及しなければならないのに、ただ形だけで追及しているだけ、追及ではありませんね、質問しているだけですね。質問ですから、ね、別に真剣に答えなくてもいい。このような状況のやりとりを、ね、毎日テレビ、新聞などで、ね、ニュースでやっておりますが、もうニュースにもなりませんに。今の私たちの日本国の姿、本当にこれがね、まともな自分たちの国だということをね、私も長年ね、政治活動をやってきましたが、多くの国民が、ね、今、とんでもない国になっているなということにね、だん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 気がついてきてるんではないでしょうかね。それにもまして、ね、去年1年間、自死された人が2万2000人、ね、ましてや、小中高、ね、この高校生、中学生、小学生までもが自死されているのが500人を超えている。ね。今は亡き悪友さん、ね、が亡くなってからノートに、ね、書いてあったっていうのを何回か私に、皆さんにね、お話したことがありますが、ね、親が子が親を殺す世の中で、なんで今頃月に行く。このような、ね、走り書きがしてあったっていうんですね。本当に作詞家という人たちは、ね、時事、法とその時の、ね、言葉、ね、時代を言葉に表して、ね、こんな日本ではなかったはずだ。親が子が親を殺す世の中で、なんで今頃月に行く。まず自分たちの人間としての、ね、道徳心の精神を矯正するのが先ではないのか。ね。何を求めて月に行くんだ、アコマは。ね。そうですね。もう、今ね、私がいつも言っておるようにね、キャットさんね、資本主義社会の末路的元凶なんですね。金権主義になった時点で、ね、もうこのような状況になっていく。命よりも何よりも金が一番。ね、我々人間というものは命が一番だって皆さん思っていますね。よく言われましたね。ね、
いくら物事をね、買えないものがある。金では買えないものがあるとよく言われましたに。ところが、今の世の中どうですか？人の命まで先に保険会社がね、もう買っているわけなんですね。そうでしょ？ね、死亡時の保険、ね、命を買っているような世の中になってきている。まして私はね、地球環境問題会議、この綱領にあるわけなんですね。私が大事としているのは、水、光、そして空気。ね、この三つ。これは、ね、我々動物、植物、地球上のすべてのものに、まんべんなく、ね、誰のものでもない、誰にも侵されないような、まんべんなく、天の恵みとして与えられているものなんですね。しかし、水と空気と光、これを、ね、何がしかの金に変える時代になった途端に、必ず争いが起こるわけなんですね。そうでしょ？空気が汚れたら大気汚染。ね、水が汚れた汚水。さらには光、遮断されたら日照権。必ず、これ、話し合いで解決つきませんに、必ず、資本主義社会が、このような、ね、水と空気と光を汚す、遮断するために、だから、これが、お金に変える時代になった時には、ね、私たち、人間としての、動物としての、末路的現状になっていく。ね。そして、今、ね、世界見てくださいね。アメリカの景気、湧いているために、何か株、一株4万円、突破している。これこそが、金持ちの、私に言わしたら遊びですね。そして、自分たちの町の、この国の、資本主義社会の原点から崩壊させているのが今の岸田政権。どのようなことかというと、あの安倍元総理が東電の女性が一人自死したために、たった一人の女性が自死したために、働き方改革、働きすぎたために、尊き命を実施した。だから、この日本人の働き方改革を変えると、そして、とんでもない方向に舵を切ってしまった。そのために、あの東電というのは、反公共的事業を受け持っているところで、政治家びったりの金儲けする会社ですね。ですから、まず、金の集まるところへ、シロアリのようにたかっているのが、今の政治家の姿。そして、働き方改革というのは、私が何回もね、言っておりますが、一月25万円で生活する4人家族、さらには、1ヶ月、50万円で、4人で生活する家族。しかし、25万円で生活している人は、なんとか30万円稼ごうとして、働こうとするんですが、この働き方改革は、働けというのではなく、働くな、休め、このような方に舵を切っている。これがまともな資本主義社会のあり方と思われますか？資本主義社会とは、我々今の日本国語の社会の自由と平和な国、ね、みんな飢えることもなく生活ができると言われていますが、
この裏で、ね、親子の、ね、父母家庭では、子供が、まともに、食べれないようなお家がある。そして、子供食堂というのを、近隣のボランティアでやっておられる方がいるというんですが、ここにね、どれほどの私たち日本国の歪みがあるか、そうですね。この私たちの日本国の資本主義社会の歪み、そして日本人が働く意欲をなくすような政策をとっていて、働くにも人手が足りないから、ね、外国人を入れて、それで賄う。そして、長年日本にいて、不法滞在したやつでも、結婚して子供がおったら、もうそれを良しとする移民政策へと大きく舵を取っている。このようなね、考えたら、とんでもないことが、当たり前のようにこの連中らは、資本主義社会の金券まみれのとこにいていますから、自分たちが金が集まるような行政しかやらない。日本の国家100年の体系、50年の体系など、どこにそのような思想があるのか、今の政治家のやっていること、己らの私利私欲のために、通り通略ではなくなりましたに、私利私欲だけに走っていることが、この自民党の裏金問題で出てきましたに、そして、誰一人として責任を取らない、弱き者に国民にはその責任を押し付けて、自分たちはその責任、誰一人として取ることをしない。例えば、あの、塚本幼稚園の土地にしてもそうですに、か弱い民間の夫婦だけが有罪とされて、その土地を払い下げようとした絵を描いた連中らは、公文書改ざん隠蔽して、誰一人として責任を取っていない。ましてや、夫婦で、本当に日本国を憂い、そして未来に日本の国のことを思って、日本人のことを思って、そして日本で育ってくれるであろうという子供たちを育てようとした、あの籠池夫妻。ね、本当にね、今の政治家、そして国ですね、皆さん、今の政治家ね、国家国体、ね、三権分立と言われるんですが、私はね、この前もちょっとお話したんですが、この度ね、私は、来月の第2日曜日に、この三権分立、司法立法行政についてね、講師として、ね、ちょっとお話をするんですが、本当にね、今の、日本の道徳心のかけらもない、このような世界になっている、社会になっている。これを本当にね、毎回、ぼやき節でやっていますが、これこそが、米国が、日本民族精神を崩壊、解体するために、押し付けて帰った、学校教育基本法、このような腐敗崩壊したアメリカに、絶対にアメリカのポチになるであろう、このような教育を押し付けて、交渉大事に憲法を守ろうという連中だけが育ってきた。その中で、今の我が日本国の腐敗崩壊している自由人権平等平和、これを小学校低学年から呪文のように真の教育として教えない、単なる上辺の
ね、ビジレイクは言葉だけで、その裏の本当の自由、人権、平等、平和の根幹を教えないために、自由、人権、平等、平和はみんな与えられたもんだ。ね、我々先ほど言いましたように、最初に言いましたように、本当に自由にまんべんに与えられているのは水と空気と光、ここに原点があるわけなんですね。ですから私はね、地球環境問題会議、今ね、地球環境会議、世界会議ですね、 G7 とか G20 とかいろんな環境会議が行われますが、これは世界環境会議と言いますね。私はもう40年前から地球環境問題会議としてね、大々的に団体を設立していて、そしていろんなところの環境、一番ね、取り組んだのがリサイクル法ですね。皆さん、このリサイクル法がどのようにして出てき、できたのか。ね、これは、あの、神戸淡路大震災、ここから日本の政府が慌てたわけなんですね。なんで、その震災がリサイクル法につながるんだと思われるでしょうが、この頃に、平成11、12年でしたかね、北京オリンピックがありましたね。この中国という国、ね、その北京オリンピックを目指して、日本のあらゆる廃棄物のゴミですね、廃家電、テレビ、洗濯機、クーラー、冷蔵庫、さらにはラジカセ、アンプ、様々な廃家電が粗大ゴミとして投棄された。それを拾い集めて、すべてが中国へ持っていったわけなんですね。そうしたところは、阪神淡路大震災で、その廃家電が輸出できなくなった。さあ、ここで中国が我が国に難題を吹きかけてきたのが、日本の国は我が国に粗大ゴミを持ってきて大量に掘っている。ね。法のない州に行って、その谷にとんでもない廃家電を捨てているというのは、中身の金属だけを取って、外のプラスチックですね、東芝、ナショナル、ソニーと書いてあった、そのね、プラスチックだけを谷にとんでもないほど持って行って捨てていた。それを、ね、輸入ができなくなった中国は、日本は我が国にゴミを持ってきて大量に捨てている。それを処分しなければならないから、整理しなければならないから、その費用が800億円かかると請求してきたわけなんですね。さあ、平成8年9年に800億円の請求を受けた我が日本国は慌てに慌てたわけなんですね。そして私がずっとやっていた、要望してきたリサイクル法というのが、平成12年に今のリサイクル法が制定されたわけなんですね。皆さん、このようにしてね、なぜその法ができたのか、そして国旗国家法ができたのか、介護法ができたのか、私はね、地道にこのような時からね、運動してきたわけなんですね。ですから、どのような形で法が制定されたのか、今でもね、この法を犯している連中らに対して私はね、徹底した調査をやって、ですから私の行くところ行くところで逮捕者が出るわけなんですね。さあ、皆さん、本当に今の我が日本国ね、今度こそ国会選挙あったら、みんなで選挙に行って、このような自由民主党、さらには今までの連中を総入れ替えしようではありません。